どうも元部井三です、えー。今回は、えー、俺の部屋を、まあ、適当に紹介してきます。まあ、こんな時間だけど、夜中だけど、まあ、夜中も YouTube 見てる人は、えー、この動画を気楽に見てください。はい、じゃあ何から、まずあのー、ゲーム、テレビとゲーム機ですね。はい。まあこんな PS4 もあって、 ボーイスシャットもあって、まあ、スイッチもあります。はい、スイッチもね。まあ、テレビは、まあ、大きくも小さくもないって感じかな。で、いつもこの机を使って、宿題してます。ああ、めんどくさいけどな、宿題。<laughs> はい、えー、これが、あのー、あれです、あのー。いつも俺が寝てるベッド。まあ、寝るときはこんな感じ、うん。こんな、こんな感じです。はい。 こんな感じです。まあ、はい。えー、で、まあ,あの、こういう置いてるところとが、はい、いつもこの小顔ローラーっていうあの、自分の顔にこう、なんやろ、上にこう上げていって、自分の顔が、なんか、あの小顔にあのなっていくって感じ。まあ、これをいつも1日10分ぐらい毎日してます。 ああ朝やって、まあかえあのー、出かけているときに帰ってきてもこれやってます。えこれをずっとずっとやりすぎも肌に、あのー、影響に及ぶんで、まあ、ほどほどにや,やる方がなんかいいです。まあ、自分も意外と顔とか気にするタイプなんであの、こういうのよく使います。まあ、この前紹介した、はい、クリアファイル覚えてますかこれ。影に見にくいな、これ。これ この前紹介しましたまあこの紹介した動画また見てください、まあ、これも紹介してましたねワンパンマンのはいでまあこんな感じですかねまあいつも俺がクーラーつけてる時どんなクーラー何度にしてるかというとまあ20度ぐらいにしてますはいもう20度がちょうどいいってかいう感覚が出てきてなんか寒くもないなわか <laughs> なんかわからんけどはい で、まあこれぐらいかな。はい。じゃあ今日はここで終わりだと思います。はい、あざした。